여러분 안녕하십니까? 昨日は 初めてのトピックツー名古屋スペシャル、名古屋で講座をしてきました。主にこの本を中心にした授業をしたわけなんですけども、そこでね、改めてつくづくとその学習者の皆さんがトピック2をどのように感じているのかっていうことが分かりました。聞き取りも読解もやったんですけども、最後の時間は作文も穴埋め作文、中作文、そして長作文、いわゆる700字書くその作文、それをやったんですね。でそこに出てきた単語もうこれのね、答えの日本語を読んでみますね。101ページ、国家が経済的に成長すればするほど人々は大都市に集まる。工場や企業が主に交通の便利な都市に位置し、仕事を求める人々も都市に集まるからである。まあこれが模範解答の翻訳なんですね。今の聞いていかがだったでしょうか。国家が経済的に成長すればって、もうこれだけでね、難しいって感じる人が出てくるんですね。今の文章としては、文法としてはちっとも難しくないんです。ただ単語がね、難しいと感じてしまう。でこれはどうしてなんでしょうね。おそらくね、今まで初級中級の今まで学習してきたテキストがあまりに会話中心で、身の回りの単語しか学んでこなかったのではないかっていう、そんな気がするんですね。いわゆる童話とか昔話っていうのは、かえって難しかったりするんですね、大人にとっては。私たち外国語を学んだという体験、中学校1年生の英語からなんでしょうけども、その英語が、中1という年齢に合わせて、やはり身の回りの単語でのみ構成されているような、そんなテキストだったんだろうと思いますね。でそれに合わせて韓国語のその教材もどうもそういう傾向があるんじゃないか、そんな気がいたします。オルチェンギとかね、オタマジャクシ、あるいはカエルにしてもそうなんですけども、私たち大人が日常生活でカエルという単語、オタマジャクシという単語、ほとんど接することないんですね。だからそんなものよりも、むしろ国家、経済、成長、工場、企業、交通、便利、位置、仕事、こういった単語をこそ、しっかりと勉強しないといけないんじゃないか、そんな気がするんです。初級の文法を終えると、今挙げたような抽象的な単語もたくさん勉強していくと、こういうトピック2を受ける段階になって、作文あるいは読解の問題でも今のような単語が出てきてもちっとも難しいと感じないのではないかという気がします。ですからね、何か難しいと感じてしまったら、それだけで記憶にこう負担になったり、拒絶反応が出てしまいますけども、私たちはその難しく感じてしまうかもしれませんけどもね、イソップ童話で狼が来たってあるんですね。私が経験してるのはね、大人の方がね、塗っ手が割ったって暗唱してたりするんですね。ちょっと滑稽、塗っ手が割ったよりも、ここではその工場や企業がっていう、そういうものを覚えた方がよっぽどいい。ですから私たちはどうしても外国語学習っていうと、そういう昔話とか絵本とか、もちろんそれはそれでいいんですけども、日常会話とか、そちらにあまりに特化したことをやりすぎると、トピック2でこういう抽象的なものが出てくると、びっくりしてしまう。私たちにとっては馬だとか牛だとか鹿だとかライオンだとか象だとかよりも、ここに出てきた単語、工場、企業、交通、便利、そういった単語をこそ学んでいく、そういった単語をこそ早めに学んでいく必要があるんじゃないでしょうか。